トゥーザップです。今日はですね、ミネルヴァ緊急1位の翔子選手が、経営する JSK キックボクシングゲームさんにちょっとお邪魔してみたいと思います。なりませんでしたでは行ってみましょうか。はい、はい、トゥーザップです。あ、そうなんですよ。鶴ザップと言います。はい、はい、よろしくお願いします。今日は、はい、大宮ですよね。そうです、大体大宮大体大宮にある、JSK、はい、キックボクシングジムさんにそうお邪魔させていただいてます。で、翔子選手がジムを、はい、やられてる、はい、ということで、はい、代表で、はい、すごいですね、はい、ミネルヴァ B 級、まあ、1位ですよね。1位の翔子選手です。はい、よろしくお願いします。ジムはいつぐらいからやれてるんですか？女性とジュニアキックだけはもう5年ぐらいだったんですけど、はい、でもこのプロとかがいるような状態で始めてからは、2年ぐらい。2年ぐらい、2年目ぐらい、はい、そうなんですね。もともとあれですか、デビューされプロでデビューされてからはどれぐらいですか？デビュー戦は7年前とか8年前。あ、プロですか？はい、はい、はいはいはい、なんですけど、そのデビュー戦をしてから、長女を産んで、次女を産んで、はい、次女です。ブランクがあるので、あ、そういうことですか。1戦目から2戦目の間が、はい、6年とかぐらいのブランクがあって、はい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 、いっぱい試合をさせていただいてるんですけど、あの本格的にやり始めて、あの試合いっぱいとかやってからまだ2年ぐらい。ああ、そういうことの感じですね。はい、すごいですね。ジムも経営されて、プロ選手もやりながら、お子様も2人も育てててすごいですね。はい、そうですね。ちょっと忙しいですね。忙しいですか？はい、あ、試合はもう最近もコンサートに出てますね。そうですね、はい、ちょっと今回コロナのことがあったので、うん、一旦ちょっと待っちゃってるんですけど、それまでは結構コンサートに。あれですか、もともと、もともとあれですか、小さい頃からやったのかな。いや、全然大人になってからね、21とかそれぐらいから始めました。キックボクシング始めて、はい、で、そこからプロになろうかなみたいな。はい、とりあえず、そのエクササイズとかではなくて、試合をやってみたいっていう気持ちで最初は始めたので。あ、最初から試合ちょっと殴りたいなみたいな、はい、そうですね、K-1 とかは、はい、なんかこうテレビでいろいろ流行ってたので、はい、あのマサト世代ですか？そうです、マサトぐらいとかですね。あのマックスが、そうです、はいはいはい、それで見てやってみたいなと思って大人になってから始めたので、まずはアマチュアとかを目標にしてやってました。なるほどなるほど。じゃあ僕始めたのちょっと同じぐらいかもしれないですね。僕もマサトのぐらいから始めたんで、なので、そうですね、デビューされて、そうですね、試合前なんすか今の。大丈夫です。あの前で練習するんだ。試合前とかもでもね、お子様をこう面倒見ながら、ご飯も作りながらで、ね、減量だったりとか練習とか、そうですね、で指導もされてるんですよね。すごいですね。ギリギリまで、試合決まってる日もギリギリまで。そうですね。やります。すごいです。なるほど、はい、そうです、ね、で試合終わった後も指導、はい、あんまお休みされない感じですか？そうですね、まあ、1日ぐらいはスタッフに、はいはい、あのお願いすることも多いですけど、まあ、でも基本的にはやります。かわいかったですね、子供。今、次女ですね。はい、次女です。次女、はい、あの YouTube デビューしちゃったけど大丈夫ですか？あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、試合とかってお子さん見に来られるんですか？はい、見に来ます。あ、ママーってそうです、ね、もう分かってるんですね、戦ってる。うん、もう
もう生まれた時からずっとジムに、家よりジムもいるんじゃないかっていう感じなので、あー、なるほど、あんまり何とも思わないみたいです。あー、怖いとかかわいそうとか頑張れとかも、もう、はいはい、日常みたいな。あー、もうあの選択肢のと同じ感じ、選択肢にね、そうみたいです、頑張れと言わないですもんね、はい、同じ感じで、そんな感じです、淡々と、はい、淡々と、ちなみに、翔子選手今1位じゃないですか、はい、なんか今後の目標的なだったりしますか。もちろんやっぱりベルトが、ベルト、はい、白いベルトが、そうです、白いベルトでいいですよね、欲しいのは、はい、もちろん欲しいのは白いベルトで、もちろんです、ミネルヴァの白いやつ、白いベルト、はい、あの綾香選手が持ってる、そうです、綾香選手もね、はい、強いですもんね、強いですね、はい、もう上、綾香選手勝たないとベルトはないですからね、そうですね、それが、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、僕の方からもいいですか。あ翔子選手は結構もう日本の女子のトップクラスとやっていて、まあ結構競った試合で負けてしまうことが多いんですよね。綾香選手との試合も良かったし、綾香選手との王座決定戦も良かったんですけど、やっぱちょっとの差でやっぱ負けてしまう、はい、だそこをね僕は課題にして頑張ってもらいたいなと思うし、はい、そうですね、まあ、あの後綾香がね、はい、あの伊藤沙耶選手 KO して大化けしちゃったりとか、はい、まあでもこのままいってね、はい、まあ、もう一回再戦僕はしてもらって、はい、タイトルマッチやってもらいたいなと思いますね、はい、そうですね、はい、それが自分も課題だと思うので、試合の内容だったりとか、そうですね、はい、それクリアすることで結果はついてくるで、またちょっと練習を頑張って、また、そうですね、はい、まあ、あともう一つだけ、あの、はい、沖縄でやった、はい、上原真奈選手、はい、まあ、上原真奈選手がその試合で引退したんですけど、はい、まあ、それも肘ありのちょっと過酷なルールでやって、はい、まあ、僕も行ったんですけど、はい、もうすごいいい試合だったんで、もうどっちが勝っても、はい、もうね、真奈選手に2つのベルト持ってたのかな、ね、現役チャンピオンと、まあ、はい、判定、まあ、どっち勝ってもよかったかなって判定、まあ、引き分けだったんですけど、はい、まあ、それだけのね、はい、あの翔子選手は位置レベルがもうその位置にいるので、まあ、ぜひ、はい、まあ、ミネルヴァもね、今後ルールが首相撲が、はい、あのフリーになるいくっていう、ね、今後も変わっていくので、はい、まあ、まだ今決定ではないんですけど、はい、まあ、翔子選手にはちょっと追い風かなと、そういうのもありまして、はい、次戦もちょっと頑張ってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。そんな感じですね、はい、ジム経営をしながら2人のお子様を育てつつもプロで戦っている翔子選手でした。じゃあこの後ちょっとなんかお楽しみの企画がありますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。